はい、こんにちは。札幌占い美容室ハイヤマカシの後藤です。今回はこちらのホットペッパーの、こちらですね、このホットペッパーさんのカタログの、ダブ表参道の近藤さんの素敵なスタイルをちょっと今日は作っていきたいと思います。リアルパーマで作っていきたいと思います。波ウェーブですね。はい、今までも波ウェーブやっていたんですが、若干あの改善点がございました。でそこをですね、まあ、以前から改善できないかと思っていろいろ考えた末、新しいやり方というのが生まれました。それがまあすごくシンプルな方法で、本当にそのままという感じなんですね。でそちらの方をこれからやっていきたいと思います。まずベースカットから入っていきたいと思います。まず僕はだいたいバックからは切らないで、サイドからカットしていくんですけど、理由としてはお客さんと共有しやすい。まずサイドから入ります。サイドの長さが、でバックの髪の毛を、こういうふうにバックシェイプした方がお客さんが分かりやすいんですね。なぜかと言いますと、この後ろの毛があるとサイドの長さが分かりづらいので、皆さんこれバック、イヤートゥイヤーからバックは止めといてください。外羽のスタイルなんで、ここも外羽にします。外羽に R 状にカットしていきます。はい、使ってるのはショーバルタンの、エッジがこっち入った方ですね。はい、こっちのエッジ入ったショーバルタンでカットしていきます。指は R 状にカット、跳ねてますから跳ねるスタイルなんで、エッジ状にカットしていきます。はい、前上がりのスタイルにカットしますね。で、まあ、僕の場合はここでお客さんと共有して、このぐらいでいいんですかね、仕上がりはっていう感じで、いつもディスカッションしながらカットしていくのが、まあ、僕の方法なので、そうしております。で、サイドですね、反対サイドを切ります。まあ、こっちで長くなりやすいんで、肘を上げてあげた方がいいですね。肘を上げてカットした方が、より下がりやすいんで、左右の長さ変わっちゃいますから、はい、このような感じにカットします。で、お客さんでここでディスカッションして、長さを合わせて、あ、この長さでいいですかっていうことを確認します。はい、まあ多少違っても後でね、アフターカットでちょっと切れるんで、あのベースカットすごくきっちり切ると動きがなくなっちゃうので、あのまあベースカットすごくねきっちり切りましょうっていう美容師さんもいらっしゃるんですけど、僕はあんまそうは思いません。お客さんの求めてるスタイルが、まあ、お客さんがやりやすいかどうかで、あと動きがかっこよく出るかっていう部分を重点を置いてますので、あんまり固く考えないようにしてます。固く考えちゃうとダサくなっちゃうので、あの動きがないスタイル、ウィッグ切るわけじゃないので、基本的に営業ベースでカットします。で、今度サイドの延長線上を行きたいんですが、まあ、バックもニュアンスになっちゃうんですけど、僕はこの2ブロックラインを、皆さん分かりやすいようにやります。じゃあバックね、どれぐらいの動きがあるのかなっていう部分をちょっとこれだけレイヤーが入った感じですね。はい、で今度は簡単ですよね、すごい分かりやすいと思います。顔周りはサイドチェンジ使っていきますと、このイヤートゥイヤーの延長線上です時もコンベックスでですね、綺麗にちょっとつなげていきますね。まあ、カットはあとネープの方がちょっとね、前髪のバングが今結構これウィッグがもう前髪を切っちゃってるんで、シースルバングみたいな感じに作っとこうかなと思います。で、このはい、ここからはパーマなんですけど、今回の波ウェーブパーマちょっと今までと違います。で今までのは、やはりですね、このちょっとよれてしまう、波ウェーブにはなるんですが、はい、今、中間部分ちょっと端折ってしまったんですけど、20分時間を、1剤20分置きまして、中間水栓入りました。で中間水栓時には、このムササビウォーターを使って中間水栓でシスタンニン、システインと、それからカキタンニンですね、そこをメインとしてる、まあ、これアミノ酸なんですけど、これをですね、あのムササビを、お湯で割ってですね、はい、5対1もしくは、10対1で割ったものを、中間水栓でこうつけました。ロットの上からですね。で今もロットアウトしてるんですけど、ロットの上からつけて流れを説明しますと、中間水栓が終わったら、全体にこのムササビウォーターをつけます。まあ、これを結局
ただこれ粉になってますので、その粉を、お湯で溶いただけです。でシェイクした感じですね。はい、これを全体につけてロットついた状態で、今度はこの新しいムササビジェルが、これ酸なんですけどアフター処理で使えます。で、これ5対1なんですね、水5ムササビジェル1なんで、だいたいですね、僕は 10g 使います。でお湯が、50g という感じにして、少し経つと増粘されます。これちょっと増粘剤が入ってるんで、ちょっと分かりますかね、ドロッとしてきます。で混ぜてすぐは増粘できないんですけど、時間ちょっと置くとドロッとしてきます。はい、まあ、このぐらいの方が使いやすいですね。で、今これからつけるんですけれども、この、酸をつけることによって、めちゃくちゃツヤが出てプルッという質感ができます。基本的にこのムササビジェルの使い方っていうのは、ムササビトリートメントとムササビジェルがあるんで、よくわかんないと思うんですけど、すごく簡単に言うと、ムササビトリートメントは前処理とか中間処理に使うものです。ムササビジェルはもう本当アフターです。最後に使う感じですね。もうシンプルにこれを、お湯で5倍に溶いてつけるだけ、それだけで効果が発揮できます。でつけたら10分置いていただきたいですね。10分置いて流して終わりって感じです。はい、で酸を使う、酸って途中で使っちゃうとちょっとよく分かんなくなっちゃうんで、アフターで使った方が僕はいいかなと思うんで、一番最後の締めで使います。はい、まあ蚊の時もね、使えますし、パーマの時も使えます。ただ蚊の時はあんまり使う、蚊の時に使う場合は若干10倍にしたりとかして濃度を詰める場合があります。理由としては染料がちょっと少し取れてしまう場合もありますので、若干薄めたりとかしますね。パーマの時は5倍で大丈夫です。このぐらいとろっとなりますんで、はい、でこれをつけていきます。はい、ちょっとつけてみますね。でシャンプー台でつけるんで、シャンプー台の方で全体にこうつけていくんで、まあハケで塗る必要もないんですけど、はい、5グラムでも、まあ少量でも増粘されれば結構伸びますので、ちょっと時間を置いてください。増粘するまで3分ぐらいですね。作ってから3分ぐらい置いた方がいいです。で全体に伸びますので、こんな感じにつけました。これ今これはムササビジェルですね。蒸しタオルを使ってこのような感じに僕はしてます。で蒸しタオルの上からターバンじゃないな、蒸しタオルの上からキャップをこうつけて、でこれで10分放置して流すだけですね。乳液をしっかり浸透させて、あとこれは流すだけで、しっかり流してくださいっていうような感じで、終わります。流れとしては、はい、まあ目指してたここなんですけど、結構近い状態になったかなと。乾くともうちょっとウェーブが伸びますから、まあ結構近いところを作ってるんじゃないかなと思います。で、アウトしてる時に分かるんですけど、結構いつもと違う感じがあると思うんですよ。その波ウェーブのパーマの感じが、あ、なんか違うなってアウトしてる時に感じれると思います。それやった人じゃないとちょっと分かんないんですけど、ぜひちょっとやってみてください。で普段のスタイリングとしては、まあ、僕結構パーマの時毎回ちょっとおすすめしてるんですけど、ヘナジェルつけて、もうそのまま自然乾燥っていうのが1点ですね。簡単な場合はこのヘナジェルをつけていただいて、もうこれねちょっと乾くとパリッとなってくれるんで、ムースとかワックスとかなんかベタベタして嫌だなっていう方、オーガニック向けのオーガニック志向の方とかはもうこれをですね、ヘナジェルなんですけど、これを全体にこうつけていただいて、もう僕はそれで終わりとかにしちゃう時もあります。自然乾燥のパターンをもうこれで、自然に乾いて OK ですみたいな感じですかね。はい、こういうふうに全体になじませて、そうするとパリッとこうムースっぽく仕上がってくれるんで、はい、まあちょっとこれだとね、イメージの感じとちょっと違うので、ウェットだとバックはねどうなってるかというとこんな感じ、後ろはなってます。で最後はアフターカットちょっとするかなって感じですかね。ちょっと乾かしてみたいと思います。
はい、今めっちゃぐちゃぐちゃの状態で乾かして、まあこのままだとね、ちょっとただ爆発した頭になっちゃうので、またちょっと宣伝になっちゃうと申し訳ないですけど、ムササビのムササビはバームオイル、これをスタイリング剤でつけていきます。はい、自然乾燥しないパターンの場合ですね、ムササビバームオイルをつけていきます。でそれでちょっとスタイリングをしながら、ちょっとイメージのやつをね、見ながらですね、あと細かいところはちょっとニュアンスで、で僕冷風結構当てちゃいますね。あのバームオイルつけた後に冷風でちょっとあのなじましたりすることが結構あります。冷風で適当にバサーってやっちゃいます。まあでもアフターカットもいらないかなと思いますね、そんなに。まあ細かいとこ見ると顔周りとかのニュアンスをより近づけるんであれば R2 セニングで、ちょっと顔周りなんかちょっとこの辺に、ちょっと短い毛を作ってみたりとかして、ちょっと顔周りニュアンスをちょっと作ったりとかしますかね。ここにちょっとぼかしながらちょっとこうニュアンスを作ったりして、まあ、イメージをちょっと近づけますかね。この顔周りですね、この辺とか、まあなんかこういう、まあ、細かいところがね、ちょっと細かくはちょっと再現できないんですけど、なんかこう無造作な感じになってるんで、前髪がちょっとあるスタイルなんで、これがだいぶでもあのごまかせたかなと思います。結構近いと思うんだよな、ちょっとは違うけど。バックはどうなってるかっていうと、外跳ね波ウェーブになってる感じですね。ここら辺はいい感じだなと思いますけどね。結構バックも似てる、サイドのアングルから見ても結構表現はできてるんではないかなと。まあ細かくこれコテで巻いちゃってるんで束感すごいありますけど、まあ、パーマでやるとこんな感じでかなり近い状態までいってるかなと。ツヤ感とかで、ここがちょっと潰してる感じなんで、こういう感じかな。ちょっと前髪がちょっと短いんであれですけど、こんな感じかなと思いますよ、じゃないですかね。ちょっと今アップで見せます。前髪がちょっと軽いとか、モデルさんが結構おでこが広めなのかな、なんでちょっとこの辺をちょっと波で取って、こんな感じかな。どうでしょうかね、皆さん。結構近くなったかなと。あと結構僕がやるのは、結構こういうブラントっぽいところをあえて毛先はこう重くしたりとかしますね。で結構ブラント感出すの好きなんで、結構毛先のところの、ショーバルで毛先のところ細いところ取っちゃったりとかして、わざとこうパッツン感を顔周り作ったりとかするのがすごい好きです。まあこれ僕の好みなんですけど、はい、こういうちょっとあえて重さ強調して、毛先の方ですね、あえて強調します。こういう細いところを取っちゃって、このブラント感をしっかりと出していきます。その方が髪の毛は生きてくるんで、ちょっと前髪がねちょっと短く切ってなければ、もっと自然に。でも結構近いですよね、許してもらえますでしょうかね。このぐらいでこんな感じにバックの方もなってます。通常のパーマとはちょっと違うのは、実際ちょっと皆さんかけてアウトするとき分かります。ああ違うなっていうのが。はい、こんな感じで出来上がりました。